ダブルさん大興奮ですね。あ、日産 YouTube チャンネルをご覧の皆様こんにちは。最近電気で走るバイクがちょっと欲しいなと思ってます。案内人の M です。信号待ちとかで前の車電気自動車だなって思いながらいます。カメラマンダブルです。はい、ということで電気自動車なんですけれど、今日持ってきたこちらの車は電気自動車です。その通り。はい、今日持ってきたのこれ日産の車じゃないんですね。メーカーの名前は BYD です。そうです。はい、ここにもエンブレムついてますね。 BYD。 はい、これどこの車かというと BYD という中国メーカーの電気自動車なんですね。 BYD の AT3 という車を本日は持ってまいりました。私たち福島日産、電気自動車そして電気を推進しておりますので、電気自動車って日産だけじゃないんですよね。今日産だけでなく国内の各メーカー、そして海外メーカーでも電気自動車を作っている、私たち福島日産でも BYD の車を持ってきました。今日見ていただくこちらですね、ちなみにワナンバーですね。ということはレンタカー。はい、私たち福島日産の関連企業です。福島日産レンタカー&カーリース、いわゆる福日レンタでこちらの BYD の AT3 仕入れましたので、皆様にもこちらレンタルしていただける車ですが、まずは私たちがちょっと乗って試してみようじゃないかということで、はい、今回の動画ではまずこの BYD AT3 の外観内装をじっくり見た後に、実はダブルさん、私今日これもう乗ってきちゃいました。はい、高速道路の試乗とかいろいろ試してきたんですけれど、これは後の動画に撮っておいて、今日はそしてダブルさんに少し試乗してもらおうというそんな企画となっておりますので、どうぞお付き合いください。それでは行ってみましょう。改めましてこちらが今回ご紹介する車、 BYD 車の AT3 ですね。ダブルさん、この正面顔いかがですか？なんか系統的にはルノーっぽいなって思いました。あー、確かに系統的にはそんな感じしますね。全体的にですね、かなり曲線が多いというか、ほぼ曲線というか、こういう曲線が全体的に多い、なんか生物的なデザインというか、そんな印象も、ありますね。で、今電源オンになっております。ここですね、ポジションランプが、ついております。デイライトとしても機能しておりまして、せっかくなのでちょっとライトつけてみましょうね。はい、こんな感じで LED のヘッドライトがついております。おー、でこの下の部分がちょっと青っぽく光ってるんですかね。はい、こういうデザインとなっております。あとウインカーつけてみましょう。はい、ということでこのポジションランプだった部分がウインカーをつけるとウインカーに切り替わるという、そういうタイプのライトですね、採用しております。いきなりライトの紹介しちゃったんですけれど、フロントマスクですね、電気自動車ということで日産のリーフやアリアやサクラもそうなんですけれど、フロントグリルっていうのがないんですね。で、特に日産の電気自動車はフロントシールドと呼んで、ガソリンエンジン車に近いようなフロントグリルっぽい場所を作ってるんですけれど、この BYD の AT3 に関してはもう全然グリルらしさが全くないですよね。で、ここにクロームメッキなんですけれど、どっちかっていうとこうちょっとマットな質感の、シルバーのパーツが入っていて、この下に若干分かりづらいんですか、おお、ここも光ってるんですね。ここもズバーっと、はい、LED のラインが入っております。気づきませんでした、ついております。フロント側の吸気っていうのはほとんどない、まあ、エアコン関連のための空気穴が下にあるやつかな、はい、というような、そんな作りになっております。このあたりもこうデザインでピアノブラックのラインが入っていて、ここパッと見分かりづらいんですけれど、日産の最近の車種、オーラやノートやセレナとかにも採用されておりますように、ここから空気を取り込んでホイールハウス側の空気を抜いてあげることで走行安定性などを高めてくれる穴が開いております。はい、斜め前から見るとこんな感じです。はい、あ、ここにですね BYD デザインとエンブレムが入っていますね。で、ここにあるのが、はい、充電用のポートとなっておりまして、もちろん日本の規格に対応しております。
左側が急速充電器、そして右側がご家庭などで使っていただく 200V の充電用のコンセントとなっております。ですので中国からの輸入の電気自動車ではありますが、日本国内で流通しているさまざまなタイプの充電器、こちら同じように使っていただくことができるようになっております。もちろん日産の販売店などに置いてある急速充電器などもご利用いただけますし、サービスエリアや道の駅などでも同じように充電していただくことができるようになっております。はい、そして真横からがこちらですね。はい、このアット3 SUV タイプとなっておりまして、車高がちょっと高くて、あと例えばホイールアーチの部分がこう無塗装の樹脂パーツで、ぐるっと囲まれているといったものになるんですけれど、やっぱりサイドビューもこの全体的なボディの曲線ラインが目立ちますよね。例えばこのドアパネル、こういったところもすごくこの曲線の出し方がすごい特徴的かなと思いますね。かなりうねりの強いボディラインになっておりまして、これが横からリアに向けて、はい、続いているという。あとこのサイドデザインでもう一個見たいのがここですね。ここが、樹脂パーツではあるんですが、かなりこう金属調のマットなシルバーになっていまして、なんかこう魚の鱗みたいな、そんな雰囲気もある凹凸が刻まれています。あとこちらですね、はい、タイヤ、235-50R18 の18インチのアルミホイールでして、このデザインもまたなんか特徴的ですね。でシルバーとピアノブラックのツートン仕様になっていまして、こう四角形が組み合わさったようなそういう印象のデザインになっています。そしてあんまりあの日産車で見ないんですけれど、ここですね、あのホイールナットの部分ですね、ホイールナットにキャップがされてるんですね。こういうタイプ私初めて見ました。一個一個のホイールキャップにカバーがされていたりとか、あとここの部分、こう細かいラインが入っているところはアルミではなくってプラスチックの別パーツがはめ込まれているというような、そういったタイプのホイールになっています。はい、でギアデザインがこちらですね。まずは今ライトついてますので、このフロントと同じくギアも横一文字につながる LED の赤いライン入ってるんですけれど、この赤いラインですね、ここから続いてるんですね。もう真横から見た時も赤く光っております。ここからずっとまっすぐ伸びて、続いているという、こういうタイプですね。最近ですね、この日産でも横一文字のテールランプっていうのを、採用増えております。こちらの BYD もそんな流行りに乗ったデザインになっているんですけれど、このですね赤いラインがすごく薄い細いラインになっているっていうのがこのアット3のポイントかなと思います。このデザイン全体的な形状はあくまで有機的な曲線のデザインなんですけれど、その一方でこのライトはストレートでまっすぐで細いシャープなラインを描いているっていうところ特徴かもしれません。ライトの中もめちゃくちゃかっこいいデザインになってる。あ、ライトの中、はい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 、複層構造になってるというか、この内側が段になってますね。ちょっとブレーキとか、あとバックライトつけてみますね。はい、ブレーキを踏むとこんな感じです。はい、でバックに入れるとこういう感じに光っております。そしてウィンカーをつけるとこちらですね。ここが細くズバッと結構長い流れるウィンカーになっております。はい、そしてここに BYD って、あ、そういう意味だったんだって思ったんですけど、ビルドユアドリームスって書いてあるんですね。君の夢を作れとか、夢は君が作るものだとか、なんかそんなニュアンスですかね。ちなみに言うとエンブレム、ここに EV と、入っていたり、まあ、ここに社名ですね、アット3と入っております。お、あ、そしてリアフォグつくんですねこれ。お、はい、リアフォグこれオンオフ可能ですが、はい、かなり低い位置に、普通に見ると結構分かりづらかったですね。リアフォグもつくようになっております。走ってるだけで目を引く、このボディカラーもそうですけど、やっぱりちょっとパッと見た瞬間に何か見たことない車だなって思う、そういうデザインかなと思います。では続いてインテリア見ます。はい、乗り込みました。インテリアこちらどうですか。クジラみたい。あ、そう、
私もちょっとそう思ってたんですよね。なんかこう下がこう白いこういうなんかボコボコがあって、上のこの色の感じとかなんかまさにクジラっぽいなって思います。曲線の感じもそうですよね。その他いかがですか。なんか強そうな、強そうなこの辺の、はい、これはちなみにエアコン。そうです、エアコンの吹き出し口なんですけれど、すごい、はい、もろ、すごい変わったデザインになっております。そして、はい、横のぐるぐるで、風のオンオフとかができるようになっています。面白い。そうなんですよね、同じような衣装のデザインが、はい、サイドにもついていたりとか。であとこの辺のレバー周りもすごい特徴的ですよね。脇にボタンがついてるので使い方的にはあの日産の電性シフトとも同じなんですけど、押しながら下に入れるとドライブに入って、上に入れるとリバースに入って、あとパーキングのボタンはここについています。あとこのスタートストップのデザインもなんかギラギラしてますね。こうギラギラのカットが入ったスタートストップの、ボタンになっております。あとこの辺ですね、ここでエアコンの操作と音量の操作とか、車両の一部の設定とかもできるようになっています。はい。で、このフロント、センターコンソールですね、こういったところもしっかり合皮素材というか樹脂系の素材というか布が貼ってあるんですけれど、で赤いステッチが入って、あとこちらですね、アームレストもかなり幅広で大きく取られていますね。中にはこういった感じで小物入れが搭載されています。でいきなりですね、この辺とかこの辺とか見たんですけど、めっちゃ目につく部分これですよね。はいはい、これタブレットがここにくっついてるようなもんなんですけれど、これがまあいわゆる、まあ、ナビなんですけれど、このアット3ですね、車両自体がネットワークにつながってますので、ここに 4G って出てますけど、これ本当にまんま Android タブレットだなっていう感じなんですが、ここでもちろんナビも使えますし、例えばですね、はい、エアコンの設定とかもこういったところにあったり、はい、あと、車両の設定とか、あと回生ブレーキの強度とか、航続距離の、表示モードとか、なんかさまざまな車両関連の設定もこちらのモニターでできるようになっています。あと面白機能としてですね、はい、すげえ縦画面にもなったりします。まんまこれ Android タブレットだなって見てると思ってしまうんですけれど、はい、こんな感じでですね、このナビ画面が回転をするという、すげえ、おお、ドライブレコーダーもここでアプリになってるんですね。ああ、これがアラウンドビューモニター的なやつですね。はい、で大きいタブレットのナビ画面に対して実はこれメーターもこれあのこっちがタブレットならこれスマホかなっていう感じですけれど、かなりコンパクトなメーターがついてますね。でこれは特にあのタッチパネルになっているというわけではありません。もちろんこれスピードとか、あと航続可能距離とかがここに映るようになっています。あ、ダブルさん気づいちゃいました。うっ、すごっ、すごっということで、ドアパネルでギターも弾けるというそんな車になっています。なんか光ってる。あ、そうなんです、これ光ってんですよ。車内のイルミネーションとかもいろいろついてまして、はい、ここが超えてあげた。そうそうそうなんです。これがドアの開閉用のレバーとなっています。へー、バブルさん大興奮ですね。はい、透けて見える。ちょっと透けてるんですよねこれ。はい、ということでこれがサンルーフですね。ガラスルーフがついています。結構大きいですね。ここで操作できるようになってまして、よいしょ、おお、はい、こんな感じで開くようにもなっております。これもうここについてるのは完全なモニターで、後ろ見ていただくと元のミラーもここについてるんですよね。はい、リアについたカメラの映像を映してるんですが、ここに時計とかなんやかんやついてるんですね。あ、フロントとリアと入れ替わったりもするんですね。はい、
フロントシートが、いや、ダブルサインに紹介してもらおうかな。これあれですね、あのルークスと同じあのボツボツ模様、ボツボツ模様になってますね、はい、あの通気性が良くなるやつ、あれですね、はい、合皮素材のシートなんですけれど、どうなんでしょうかね、この合皮なんですけど、ラバー感もちょっとあるというか、全然あの質感が悪いというわけではなくて、あ、ちょっと今まで日産車ではあんまり使ってんの見たことないタイプのシートの生地ですね。ちょっとなんかレカロシートっぽくなってて、こうここ、あ、そうですね、ここのここも結構、あ、そうですね、はい、がっちりホールドしてくれるような、はい、ホールド感が高くて、あと、はい、ヘッドレストがシートと一体化されてるタイプですね。かなりスポーティーな印象のシートですね。かわいい、なんか結構ダブルさんに刺さってますねかわいい、ここの模様もなんか人魚姫の鱗みたい。あ、確かに鱗みたいな、人魚姫の鱗みたいなんですね、はい、なるほど、わ、確かにそう言われると鱗っぽい模様になってますね。後ろは前後できない感じですかね。あ、そうですね、後ろの前後はなさそうですね。あ、ポッケいっぱいついてる。お、本当だ、ここちっちゃいの2個と、はい、でっかいの1個。なるほどなるほど。あ、でリアにもこれついてるんですね、あのこのデザインのエアコンと、うん、であと USB の充電がタイプ A とタイプ C とありますね。小物入れ的な。おお、アームレストもついてる。ですね、いい点としてはこのシートのここの奥行き結構深いですね、ゆとりがあります、うん、でただ床面からのこの座面は少し低めなので、こう普通に座った時に膝というよりはこの腿の下とシートの間には少し空間はできるかなと思います。ただ窮屈感はそこまでないですかね。あの膝周りもスペースしっかり確保されています。あ、そしてここにフックついてる。あー、なるほど、フックがここにあるんですね。タッチセンサー式のライトが搭載されています。後ろ開けとこどこですか。この辺あった、これ本当に、え、怖っ、びっくりそんなびっくりしないでください怖くないですよはい、ということで電動のリアゲートがついてますね。はい、充電ケーブルとかついてまして、よいしょ、はい、下がこんな感じ。うわ、いっぱい入るじゃん。結構奥行き深さありますね。という具合で、あと倒してみましょうか、シート。あー、シート倒すと、段差がかなり少ないフラットなタイプになっていますね。で、開け閉めはこちらのボタンでして、左側だと普通の、閉まるボタン、こっちだと閉めた後にロックがかかるボタンになっています。ということで BYD AT3 内外装見てまいりました。ダブルさん結構なんか刺さってますね。はい、好きです。結構ダブルさん好きになっちゃった。ということで次の動画ではダブルさんにこの BYD AT3 走って乗っていただいて感想を聞きたいと思います。次の動画もお楽しみに。日産 YouTube チャンネルは毎日更新です。チャンネル登録をしていただくと見逃しがございませんのでお勧めしております。また今回の動画いいなと思った方はぜひグッドボタンで応援してください。それでは次の動画でお会いしましょう。ではまた。